アスンシオンに所在する党の事務所、パラグアイ共産党とは、パラグアイの共産主義政党である。1928年2月19日に設立された。後に、共産主義インターナショナルのセクションとして認められた。軍事政権時代は、激しい弾圧を受け、1936年と1946年から1947年の短い期間のみ広報政党であった。 1989年のアルフレド・ストロエ・スネル政権崩壊後は再び合法政党となった。1967年に党は分離し、親中国派はパラグアイ共産党を立ち上げた。PCP は2002年に左翼連合を設立した際のメンバーだったが、この組織からは2003年に脱退した。しかしながら PCP の一部である。 モービミューンとポルラリークウッペロスイオンでマックレアッティカ、デルパルティードコムニースタパラグアヨは引き続き、IU 内で活動することを選択した。選挙戦略と候補者選定に関する相違を理由に、脱退した。現在の初期長は、ナヘーブ・アマード。PCP は、アデイロンテを出版している。ありがとうございます。